オーシャンパークウェイ駅はニューヨーク市地下鉄 BMT ブライトン線の駅である。ブルックリンクブライトンビーチのオーシャンパークウェイとウエストブライトンアベニューの交差点に位置し、急系統が終日停車する。駅は1917年4月22日に開業し、当初はブライトン線ブライトンビーチ駅まで運転されていたシャトル列車が区間延長する形で乗り入れていた。 1919年には、隣駅のコニーアイランド西八丁目駅が開業。上下2層の駅で当駅からの急行線が上層階に、観光線が IND、カルバー線との共用という形で下層階に入り、ブライトン線内のすべての列車がコニーアイランド、スティルウェルアベニュー駅まで乗り入れるようになった。1954年の運行形態の整理により、 ブライトン線観光列車の仮想外乗り入れと、急行列車のブライトンビーチ駅南への運転が終了した。この結果、当たり駅西八丁目ニューヨーク、水族館駅間の観光線は廃止され、観光列車は、駅南側で急行線に転線し上層階へと向かうようになった。当駅は、島式ホーム2面と観光線、急行線2線ずつを有する2面4線の高架駅で、ある。 急行線は定期列車の設定がされていない。駅はブライトン線内において最もブライトンを呼び、コニーアイランドの海岸に近い駅で、浜から駅までは約500フィートしか離れていない。駅には1996年にデボラマスターズにより制作されたアートワーク、コニーアイランドリリーフスが設置されている。このアートワークは、 駅のコンクリート壁に128個のレリーフを使ってデザインされている。駅の北側では、ブライトンビーチ駅からの引き乗船2線が南北の観光船と急行線の間に走っており、ニューヨーク市地下鉄内において唯一高架線で6線並んでいる区間となっている。引き乗船は、ブライトンビーチ駅手前で観光船と急行線に接続している。駅には2カ所の改札口があり、 どちらもホーム会の下の改札外に位置する。駅の東端にある改札口は終日開いており、回転式改札機が設置されている。反対の西端にある改札口は無人で、回転式改札機及び出場専用の改札機がある。ありがとうございます。